佐藤輝、メジャー志向。阪神佐藤輝明内野手が4日、読売テレビの情報番組、朝生ワイド、スマタン、に生出演した。前回出演時にシーズン本塁打40から50本を目標に掲げた佐藤。来季へ、同じで行きましょうと力強く宣言した。4年目の今季は120試合に出場。打率2割6分8厘、16本塁打、70打点に、もっとできたんじゃないかという思いもあると納得のいかない表情を見せた。番組内では阪神 OB の鳥谷隆氏が VTR 出演。4番でも5番でも何番でもいいので、その打順を1年間守っていくことができると成績も上がってくるとエールを送った。佐藤は、基本的には任されたことはしっかりやりたい。でも、前の打順をしたいという思いもないことはない。強いて言えば1番ですと兼ねての願望を改めて明かした。メジャー挑戦については、もちろん小さい頃から憧れがあるので、チャンスがあれば目指したいと語った。藤川監督就任1年目の来季、色紙に目を優勝と記し、新監督のもと優勝できるように頑張りたいと意気込んだ。できる目標を立てましょう。まずは、30本を期待したい。口だけ達者、まず無理、スタメン外されないように、頑張れ。高すぎる目標は目標ではなくなる。とりあえず30本クリアやな。技術と体力が足りないのは明らか。やめとけ。日本で差し込まれてるのに考えたらあかんって。まだ30本の壁も突破してないのに。目標は高いほど良いと思うが、それに伴う練習をちゃんとするのかな。1番、テル2番、近本3番、森下4番、大山の並びも面白そう。大谷の例もあるし。阪神ファンですが、バットとボールがかけ離れたあの大振りを直さなければ。まだまだ、守備、打撃含め成長したらありかも。小さな頃からメジャー憧れ、最近多い本当かいな。まずは30本だな。ただ去年の巻ですらできてないことだからな。どうなることやら。言うだけなら誰でもね、期待してます。